ジョン・コフリンはアメリカ合衆国出身の男性元フィギュアスケート選手。パートナーは KD、デニー、ケイトリン・ヤンコースカス、ブリジット・ナミオトカなど。2011年、2012年、全米フィギュアスケート選手権優勝。2010から2011シーズン、ISU グランプリシリーズの中国杯で、初の表彰台3位となる。全米選手権では、2010年2月に亡くなった母に、捧げたプログラム、アベマリアを家族の見守る中滑り切り、初優勝。4大陸選手権及び、世界選手権の代表に選出された。世界選手権では6位と健闘した。シーズン終了後、ヤンコースカスとのパートナーシップを解消した。2011から2012シーズン、新たに KD デニーと組んで全米選手権の優勝経験者同士というペアを結成し、グランプリシリーズに出場した。全米選手権では異なるパートナーで2年連続優勝という快挙を果たし、4大陸選手権でも銀メダルを獲得した。2012から2013シーズン、グランプリシリーズでは2戦連続で銅メダル。12月4日に左股関節の関節唇断裂の手術を行ったために全米選手権を欠場した。実績により世界選手権の代表に選ばれていたが、次シーズンへの準備のために欠場を発表した。2013から2014シーズン、全米選手権では SP4 位と出遅れ、FS1 位で総合3位となるもソチオリンピックの代表には選ばれず、世界選手権の代表となった。しかし、デニーの右足首の怪我により欠場を発表した。6月初旬には、アイルランドのダブリンで開催された ISU 総会にアスリートアンバサダーとして参加。6月24日、デニーの右足首の怪我のリハビリのために2014から2015シーズンの試合の欠場を発表した。2015年7月27日、引退を発表した。2017年3月31日、新設された ISU アスリートコミッションのシングル&ペア代表に選出された。性的暴行の申し立てを受け、米国フィギュアスケート協会などから資格停止処分を受けた。翌日の2019年1月18日に首を吊って自殺した姿で発見された。33歳没。ありがとうございます。